大井町は埼玉県の南西部に位置していた東西約 6.0km、南北約 3.5km の町である東京都市圏埼玉県上福岡市西部に大正3年開業の上福岡駅の駅税圏内にある町で、かつては武蔵野の雑木林の広がる農村地帯であったが昭和30年代後半から東京のベッドタウンとして宅地化が進行。 さらに、1993年11月、富士見市北西部に東武鉄道東上線富士見の駅が開業し、駅周辺に大規模マンションが相次いで建設されると、富士見市北西部と隣接する大技ナエマチックには、日本初の大型アウトレットモールリズムが完成し、当庁の開発も進んだ。2000年度国勢調査では、人口増加率14.9%と、 県内トップになり、一時は2005年度国勢調査で人口5万人を超えた場合、単独で市政施行することも検討された。2004年時点の全国の町村の人口密度では日本一であった。なお、合併以降に実施された2015年度国勢調査では、旧大井町の人口は5万1216人となり、5万人を超えている。気候は、夏は、 降雨量も比較的多くかなり高温となる。冬は北西からの強い季節風と晴天の日が多い。富士見の私立大井小学校に併設されている旧大井村役場庁舎。土国生調査幼稚園保育所小学校。中学校高等学校専門学校大学電は番号の市外局番は町内全域049。町内を東部東上線が通るも駅はないので、 町民は隣接する上福岡市、富士見市にある駅を利用している。路線バスコミュニティバス2002年10月に公開し、富士見野市に合併後、富士見野市内循環バスとなった。ありがとうございます。